はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、SES 案件どうやってお仕事を取ってくるかっていうお話をしたいと思います。まあ取ってくるっていうとちょっと大げさなんですけれども、まあどなたかに紹介してもらうわけですね、 SES の。で、僕も今もですね、週2とかのお仕事は SES でいただいているお仕事をやってます。はい、というところを含めですね、まあどうやって立ち回っているかっていう、僕なりのやり方っていうのをちょっとお話ししたいと思います。まあ何かの参考になればいいなと思います。はい、まずですね、自分の意見をはっきりと言うっていうことが大切かなって思います。例えば運用保守案件だったりマネジメント案件、これ僕できません。まあ、今だと、Azure ですねの案件だったり Azure に関わる案件であれば、参加したいと思っています、というようなことをですね、まあ、正しくできない仕事はできないということをちゃんと伝えるっていうことが大事かなって思います。まあ、フリーランスだからっていうのもあるんですけれども、まあ、フリーランスとかも関係ないかな。やっぱりその自分に適してない仕事をするっていうのは精神的にすごい疲れちゃいますね。疲れちゃいます。はい、で営業さんだったりその SES を仕事を回してくれる会社としてはですね、1ヶ月でも多く稼働してほしいわけ、なので、できることならそのプロジェクトを抜けずにそのまま継続して、やってほしいっていうのが本音なんですね。なのでそのプロジェクトを抜けたいっていう、申し出ってあまりいい顔されないかもしれません。ですけれども、まあ、自分の人生に関わることなので強く、自分を持ってですね、正しく伝えることが重要かなっていうふうに思います。逆に、まあ、そのような申し出に対して、ちゃんと向き合ってくれる企業さんであれば、まあ、エンジニアを大事に思っている、まあ、いい企業さんって言えるかなっていうふうに思います。だから結構 SES だといろいろディスられがちなんですけれども、まあ、そういうところをちゃんと対応してくれる会社さんであれば、まあ、いい会社なんだなっていうふうに、思うわけですね。でここで、まあ、だらだらその引き伸ばすようなことを言ってくるところってもしかするとその企業によって利益を追求しているような、イメージがあっていい企業って言えないかもしれないですね。そういう企業がバッシングの対象になっている、いわゆるそのなんか SES はダメだって言われる SES の会社なのかもしれません。で、まあ、そのよくピンチの時に人となりが分かるとか言いますよね。はい、まあ、だから企業にもね同じようなことが言えるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、はい、って感じですね。なので、まあ、とりあえずあれですね、案件に、入る時に、まあ、これこういうのはダメです、これはいいですっていうのを正しく伝えることっていうのと、まあ、抜けたい時っていうのも、まあ、これこういう理由だから僕はもう続けられません、っていうふうに、なんていうのかな、曖昧にせずにちゃんと意見を言うっていうことが重要かなというふうに思います。そうしないと、まあ、流されていく、ずっとやるはめになっちゃう、やるはめって言うとあれですけど、まあ、やりたくない仕事をずっとやるっていうのはね、辛いですからね。はい、なるべく自分にとっていい案件というか自分のスキルアップにもつながって、過ごしやすい、仕事を探すっていうのがいいかなって思いますね。はい、2つ目、初めは短期で入るようにするというところです。これ何のためかっていうと、もし自分に合わなかったらそのトラブらずに、プロジェクトから、抜けるためっていうところです。なので、まあ、最近ですね、まあ、とりあえず3ヶ月とかで契約してもらうようにしています。人を取る側ですね、プロジェクトを、まとめている人側からしても人を探す手間って大きいですし、
プロジェクトが分かっている人には、長くいてほしいっていうふうに思っています。なのでその企業と企業ですね、企業と企業がいて、僕がいるって感じですけど、企業と企業での約束としては、例えば半年だったり1年とかで、仕事というか約束、この人には、プロジェクトに関わってほしいっていうような、約束をすることってあると思います。で、ただですね、実際には月ごとに、請求をするので、僕とその間の企業ですね、 SES の企業としては月ごとに請求をするので、一月前に言えばそこまでトラブらずに離脱することは、できると思います。なんですけれども、お世話になってる人の紹介とかであれば、何て言うんですかね、その自分の意見だけじゃなくて、ある程度その人の顔を立てるってことも、必要になってくるのかなって僕は思っているんですね。なので、例えば3ヶ月だったら3ヶ月は、とりあえずはちょっと我慢じゃないですけれども、できるのであれば3ヶ月はいいよっていう、そういうような気持ちではいるんですね。なので、最低限の約束は守りたいなっていうふうに思っているので、とりあえずは最低ラインの、線引きで、短く契約してもらうっていうところですね。なんでいきなり長期、半年とか1年じゃなくて、とりあえずは3ヶ月ぐらいで様子見させてくださいっていうのを伝えるっていうのが大事かなっていうふうに思いますね。次、偉い人と仲良くなっておくっていうところですね。人事採用権がある人ですね。この人は、ダメ、この人はいい、そういうような、面談をする立場の人とかに、自分を売り込んでおくことってとても大事なことかなって思います。SES だからこそですね、いろんな現場行ったりするので、多くの人と、つながることが、できますね。で、その人を採用する側からするとですね、会ったことがない人と初めての人と面談をするよりも、仕事っぷりを分かっている人に頼む方が、安心なわけですね。この人は、一応やってくれるんだ、一応っていうか、ちゃんとやってくれるんだって実績をその人は知っているわけなので、なので分かっている人に頼む方が、全然安心安全なわけですね。というところで、プロジェクトの抜け際ですねとかには、名刺を配っていったり、最近は僕は LINE を聞いておくようにしています。何かあったら、普通にっていうか、LINE を聞いておくことにしていますね。続いてですね、各方面の、プロを見つけるというところです。フリーランスだったり、一人社長として、働いているとですね、やっぱりですね、受けれる仕事ってなるべく受けたいなっていうふうに思っているんですね。で、ほぼほぼ一人で抱えることになるわけなんですけれども、もちろんですね、分かんないことたくさん出てきますね。ちょっと分野が違かったりすると、すごい調べるの大変だったりってことがあると思います。で、それをですね、自分で勉強してキャッチアップするっていうこと、もちろん大切なんですけれども、例えばその方面のプロとしては当然のことであれば、一瞬にして答えを聞くことができますし、その自分の仮説を聞いてもらうことで、信頼度が増してますね。自分のその、仮説というか、仮説が、こういうことなんだという確証に、変わることができるわけです。だから僕ですね、例えば、僕 PHP ってど素人で全然わかんないんですけれども、PHP 詳しい人が知り合いというかいます。で、そういうようなお仕事を前いただいたことあったんですね。こういうトラブル起きてるんだけど、ちょっと見てくれと。正直、僕、OK です、わかりましたって見てみたんですけど、全然わかんないですね。で、その人にちょっと見てもらったら、すぐ分かったわけですね。で、それってもちろん経験の差とか、スキルレベルで、PHP を知ってたからパッと分かったわけですね。
でそこをパッと分かるまで行くのってかなりの歳月というかですね、かなりの勉強をしないと、そういうふうにならないので、まあ、ある種のそのカンニングというかそういうのができるようになるので、うん、だからなんかね、そういう意味でも各方面ですね、 PHP だったらこの人、Linux だったらこの人、シェルスクリプトだったらこの人とか、なんか僕の中では、各方面にですね、いろいろ人がつながっていて、まあ、これ分かんなかったら この人に聞こうっていうのがあります。だまあそういうようなネットワークみたいなのを作っておくっていうのが大事かなと思いますね。はい、で、まあこれちょっとそれ話が逸れちゃうかもしれないですけども、まあ、自分自身もプロとして働くわけですね。自分とプロとして仕事をするわけなんですけれども、まあ、なんていうのかな、人によって態度をコントロールするっていうことがもう大切かなって思ってます。でこれはその見下してこのなんすかマウントを取って発言しようとかそういうことじゃなくて、まあ、分かんない分野を教えてもらうときっていうのはちゃんと聞くってことですね。ちゃんと聞く。で答えを求められた時には、まあ、ちゃんと答えるってところですね、というなんか基本動作が、まあ、こういうネットワーク構築をするためにも重要かなって思っています。はい、うん、というところを僕が4点ですかね、気をつけていること、気をつけているというかですね、立ち回りで気をつけていることっていうのをお話しさせていただきました。というところで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録も、よろしくお願いします。また見てください。バイバイ。